ペシャーワル学校襲撃事件とは2014年12月16日にパキスタンターリバーン運動に所属する7人のテロリストがパキスタンのペシャーワルにある軍事学校に侵入し学校の生徒や職員を襲撃した事件。犠牲者は8歳から18歳までの子供132人や学校に残った職員9人を含む141人と報告されている。 また、少なくとも114人が怪我をして、市内の病院へ収容され、950人以上の生徒、職員が軍によって救出された。事件は同日夕方に7人のテロリスト全員を殺害したことで終了した。この事件は2007年から千葉九段テロ事件よりも多くの犠牲者を出すテロ事件となった。様々な報道機関によると2004年に ロシアの北オセチア共和国で起きたベスラン、学校選挙事件と非常によく似ているとされる。軍事学校はペシャーワル中東地近くのワルサクロードに位置しており、軍事学校、大学システムが運営するパキスタン国内146校のうちの一つであった。2014年6月の初め、 武装勢力の波が押し寄せていた北ワジリスタンの様々な軍事グループに対抗するパキスタン軍の軍事作戦が始められた。ザーブ・イー・アズブ作戦は6月8日にカラチで起こったジンナー国際空港襲撃事件の首謀者 TTP に対するものである。1200人以上の兵士が殺害されたワジリスタン紛争の中で北ワジリスタンの約90%が一掃された。 襲撃は午前10時頃始まった。6人のテロリストがパキスタン軍フロンティアコープスの制服に身を包み、学校に隣接する共同墓地を通って壁をよじ登り、背後から学校に侵入した。学校に入る前、テロリストの一人は爆弾を彼らが乗ってきた鈴木ボラン ST41 に仕掛けた。テロリストらは自動爆弾を仕掛け、 複合施設の中心に位置する行動へとまっすぐに移動して実習のためにそこへ集められた子供たちに向かって無差別に発砲した。パキスタン軍の報道官、アシムバジワ大将によるとテロリストたちは人質を取るつもりは全くなく、その代わりにできる限り多くの子供を殺すのが目的であった。テロリストたちが発砲した際、多数の子供が 行道の両側にある二つの出口から逃げようとしたが、その多くは庭で狙撃された。また、報道により、子供たちは校長のヒ平家事を含む教師らが生きたまま、燃やされるのを見ることを強要されたことも明らかとなった。10から15部の間に、パキスタン軍、SSG の隊が学校へ駆けつけ、重装校車両とトラックで2方向から敷地へ入った。すぐに、 SSG の隊員は、テロリストが別の場所へ移動し、まだ校内に残っていた、他の職員や生徒を殺害するのを防ごうとした。テロリストたちは、学校、行動近くで隊員により一人が射殺された一方、他の6人はどうにか、管理棟へ移ってしまった。メディア中継者メルセデス・ベンツ・スプリンターの緊急外傷チーム、走行車両に乗った、医療部隊は学校に駆けつけ、 軍警察部隊や地方警察がテロリストが逃げるのを防ぐために包囲した。その間、SSG コマンド部隊は学校に到着し、管理棟を取り囲んだ。作戦は主にこの棟から追い出し、テロリストによって捕らえられていた人質を救助するために行われた。スナイパーの特別チームと彼らのナビゲーターは、テロリストをピンポイントで狙った。これにより、 テロリスト6人のうち3、2人の将校を含む7人のコマンド隊員は戦闘により負傷した。捜索活動は学校の敷地内でテロリストが着ていた自爆用ベストに隠された井戸の新刊を取り除くためすぐに開始された。攻撃の間、武装勢力は彼らの指導者とコンタクトを取ったが SSG がすぐに入り込み保安官がテロリストの通信を妨害した。 我々は彼らや彼らがコンタクトを取っていたのが誰か知っているが詳細は軍事的な理由により公表できない。彼らは位置を認識しその地域の調査を実行したに違いない。また内部から何者かがそれらを取り付けた可能性が非常に高いとバジワは述べた。パキスタン・ターリバーン運動は襲撃の犯行を認め2014年夏に パキスタン軍が北ワジリスタンで行ったザーブイ・アズブ作戦への報復だと説明した。TTP の報道官、ムハンマド・マルホラサーニは、我々は、軍が我々の家族をも狙ったため、学校を標的にした。我々は彼らに同じ痛みを感じさせたい。我々の6人の戦闘員は、軍事学校に守備よく侵入し、彼らに外部からの指示を与えていると、電話で語った。また、 我々の自爆テロリストは学校に入り、軍職員を標的にし、子供たちに危害を加えないように指示した。これは北ワジリスタンでの軍事活動への復讐だとも語っている。パキスタンの連邦捜査局によると、初期の捜査段階で、テログループは、チェチェン共和国の高カシアン前線の襲撃を、2014年12月18日、ウェブサイト上で、 TTP によるビデオが発表され、ウマル・マンスールと名乗る男性が、ペシャー・アワル学校襲撃事件の背後にいた首謀者である、ことを明らかにした。パキスタン情報関係者らは、テロリストの国籍、所属を推測するために捜査し、FIA は、外国人の戦闘員と推測した。ウルドゥー・語新聞、デイリー・ジャングは、テロリストを発表した。以下は、襲撃した6人の身元である。 パキスタン首相のナワーズ・シャリーフは、襲撃を非難し、国の惨事と表現した。シャリーフは作戦を監視するためペシャー・アワルを離れ、国旗を半旗の位置で掲げ、3日間の模服期間を設けることを告知した。統一民族運動の党首、アルターフ・フセイニア、パキスタン正義運動の党首、イムラン・カーン、パキスタン民族運動の指導者、ムハマド・ターヘル・ウルク・アドリは、 襲撃事件を非難した。ノーベル平和賞受賞者のマラライス不在は事件を受けて、こんな無意味で冷酷なテロ行為がペッシャー悪であり、とても辛い思いだなどという声明文を出した。ロンドンで夜通し行われたキャンドルライト活動。ロンドンもかつてテロ攻撃の被害にあった襲撃の直後から一般論として TTP に対する怒りや非難の声が出ている。 パキスタン政府やパキスタン軍は即座に襲撃についての反応を見せた。イラン系アメリカ人の学者、バリナスルは軍の攻撃に大きなコストを要し、一般人に圧力をかけることで、タリバーンは軍の解決を緩和しようと試みているのかもしれない。しかし、それは本当に彼らに反響を及ぼしたかもしれないと述べた。ありがとうございます。